スケロク、スケロク、スケロクは、歌舞伎の演目の一つの通称。本下代は、主役のスケロクを務める役者によって変わる、詳細は下記を参照。江戸の古典歌舞伎を代表する演目の一つ。息を具現化した宣伝された江戸文化の極地として、後々まで日本文化に決定的な影響を与えた。 歌舞伎総家、市川段十郎家のお家芸である歌舞伎十八番の一つで、その中でも特に上演回数が多く、また上演すれば必ず大入りになるという人気演目である。スケロクは歌舞伎の形式上、蘇我物の,の演目。そのため強格のスケロクが蘇我五老で、白酒売りは五郎の兄、蘇我十郎という設定である。 女六のモデルではないかと考えられている人物は三人いる。江戸浅草の米問屋あるいは魚問屋の大棚に、大助六スケロクあるいは戸沢スケロクという若旦那が、いたという説、K、大阪でその男気を持って、名を馳せたスケロクという強格だとする説、そして江戸、蔵前の札差しで、粋で、気前のいい文化人として知られた大口や、赤月雨だとする説である。このうち、 地下の多くは、第一のスケロクを否定する。その理由の一つが、スケロクという名。これは、上方でならありそうな名だが、江戸の息きの感覚からはどうにも野暮な名なのだという。京阪のスケロクはというと、江戸の万随院長兵衛と並び称されるほどの、強格だったという。これが、明巻という名の京、島原の京成と果たせぬ小田舎になり、 大阪の千日寺で侵入したのが、遠方年間のこと出るという。ただし詳細は伝わらず、従って、異説も多く、助六は、強角ではなく大阪の大棚、よろずやの若旦那だったとする説、あげまきは、大阪、新町の太夫だったとする説、そして事件も、真中などではなく、喧嘩で殺された助六のあだを気重なあげまきが撃った、ものだとする説など、様々である。 大口や赤月は、実在が確認できる人物で、官園から法暦年間に、江戸の芝居長や吉原で合流して、息を競った十八人の通人、いわゆる十八大通の一人に数えられている。赤月は、拝命で、実の名を自閉と言った。徘徊や諸賀骨頭に通じた文化人で、大層気前も良かった。特に二代目、團十郎のひい筋だったことから、 彼の務める舞台ならどんなに、客入りの悪い工業でも気土札を買い上げてくれた。そうしたことから二人は信仰を深めるようになり、江戸では、次第に、團十郎のスケロクは大口屋を真似たものという噂、広まる。赤月右の方もスケロクそっくりのいでたちで、吉原に出入りし、今よ、スケロクなどと呼ばれてご満悦だったという。どちらがどちらを先に真似たのかは不明だが、 いずれにしてもこの頃から助六の鉢巻が大口屋の好んだ江戸紫に染め直されたという。大口屋赤月羽は明治になると彼自身が歌舞伎の題材にされている。福地落ち作の凶郭春甘傘がそれで、主人公は元は札差しの大口屋の若旦那で自閉と言ったが、今ではその名もとどろく凶郭、赤月羽という設定。 スケロクが花道から出るときの伴奏音楽を出花の歌という、初演児及び初期の工業の多くでは、代々の江戸藩太夫とその弟子たちがこの師匠を語った。その後現在に至るまで最も多くの工業でこれを務めているのは、代々のマスミカトウとその弟子たち、いわゆる加藤説連中である。加藤武士はマスミカトウが創始した浄瑠璃の流派の一つであるが、 専業で行うものは今も昔も非常に少ない。このため、スケクが上演されるときは、かつては倉前の旦那衆が、そして今日では、マ見会という愛好会に所属する素人の語り手たちが交代でこれを務めることになっている。ただし、ここで言う素人とは本職が別にあるという意味で、その技量は苦労と裸足であることは言うまでもない。加藤武士は、 七代目男十郎が、成田屋、市川男十郎家の先輩特許扱いにしてしまった、ため、依頼たけが、スケクを上演するときは、成田屋に遠慮して、出花の歌は長歌、ときわず、清本などに変えて行うとが決まりごとになっている。詳細は下記今日のスケロク節を参照。スケクの成立と、その変遷の背景には、 歴代の市川段十郎が密接に関わっている。スケクが歌舞伎十八番では常に第一に挙げられ、上演回数では群を抜いて咲いた。その上演時間も最も長いという、特別なものとなっているのもただの偶然ではない。いわゆる、蘇我物の一つとして演じられていた時代の主な、上演演目。花冠愛護桜、式令和は蘇我、英文新蘇我、初通り蘇我、聞き昔、 蘇我物語、男文字、蘇我物語、江戸四根元蘇我、十々歌蘇我、小江戸花賑やか蘇我、スケクを全面に打ち出して演じられるようになった、時代の主な上演演目。上六諸演江戸桜、宿花芽日中た宿花千人ハゲ、スケク桜二重体、上六諸演江戸桜、上六諸演江戸桜、黒手組黒た手引き、上六諸演や重桜、 ある演目に本来付けられた下題の他にも複数の通称が付いていることは珍しくない。例えば、本下題が呪祖が対面という演目を通常我々は吉礼呪祖が蘇我の対面あるいは対面などといった通称で呼んでいる。しかし本下題の他にも別下題がいくつもあって、それらが共通の通称で束ねられているという例は、このスケクを置いて他にはない。 スケロクを女六初演江戸桜という下台で上演するのは、成田だけというのはよく知られた歌舞伎のうんちくだが、これをもう少し厳密に言うと、スケロクを女六初演江戸桜という下台で上演するのは、市川段十郎、または市川海老蔵がスケロクを務める興行においてのみ、ということになる。所演江戸桜というのは、そもそもは加藤説による出花の歌の曲名で、 この加藤武士を七代目男十郎、五代目海老蔵が、市川宗家の専売特許扱いにしてしまったため、武が助六を上演するときは、成田屋に遠慮して、この出花の歌を長唄、時きわず、清本などに書き換えたもので行う。そのため曲名に順じて、下題も変わるのである。なお、当初は、ゆかりのの部分を、初演と書いたが、今日では、ほとんどの場合、 ゆえんと書いて、序録ゆえん江戸桜にしている。スケ録を務めるそれぞれの役者とその演目の本下題お及び出花の歌の上流形式は以下の通り。通常は2時間、全く省略なしで演ずると3時間もの長尺となる。この歌舞伎は、たった一幕、三浦や講師先の場だけで成り立っている。場面転換もなく、最初から最後まで同じ場所で繰り広げられる。 この演目が物語性を重視しない本質的に見せ物であるゆえんである。花川戸スケクという強託に姿をやつした蘇我五郎は源氏の宝刀友切丸を探すため吉原に通っている。様々な男が集まる吉原で遊閣にわざと喧嘩をふっかけて刀を抜かせようというのである。そこにスケクを丈夫にしているおいらんの揚げまきと揚げまきに言いよる。 ヒゲのイキューが登場。イキューが、ともきれ丸を持っていると感づいたスケロクは刀を抜かせようとするが、なかなかうまくいかない。そこへ、白酒売りに身をやつした兄の蘇我十郎がやってきて、弟に意見するが、女六の真意を知った十郎は、自らも喧嘩を売る稽古を始める。やがてアゲマキが一人の侍を伴って、再登場。スケロクはその侍に喧嘩を売ろうとするが、 驚いたことにその侍は、兄弟を、心配してやってきた母の三枝であった。三枝はスケクに破れやすい髪子の衣を着せて、激しい喧嘩を今しめると重労と共に帰ってゆく。舞台には再びイキューが登場。イキューは、実はスケクが、蘇我コロと見抜いており、ともれ丸を抜いて、源氏を裏切ることをそそのかす。スケクは、もちろん応じず、イキュー、実は、 平家の残党、伊賀平内左衛門のおきり、ともきれ丸を取り返して、吉原を抜け出す。一下では、それぞれの場をさらに詳細に解説していく。いずれも市川宗家が助六を務め、加藤説で出花の歌を語る、除六遊園江戸桜の場合である。加藤武士が演じられる場合は、この歌舞伎は、工場から始まる。役者が一人前大中央に正座し、 客に挨拶するのである。團十郎や海老蔵が助録を務める場合は、この工場は市川宗家の門弟筋にあたる家の役者が行う。十二代目市川團十郎が助録を務めた舞台では、そのほとんどで四代目市川團四郎がこの工場を行っている。一通り客への挨拶を終えた後、役者は舞台上手に特設された。 黒ミスの中の加藤節連中に向かって、ひれ伏すような停止性で、それでは、加藤節ご連中様、何とぞ始め下されましょうと最大の敬語表現で呼びかける。これは、加藤武士が単なる出演者でなく、実質的に客であることの証明で、それも通常の客よりも、よほど大事にされる乗客であることを示している。かつては、両加道より金棒引きが登場し、 加藤説に乗って調子を取ったが、大正時代を最後にして取り除かれた。そのため両稼働は作らずに、通常の花道だけになっている。ここで、天保年間から昭和初期までウイロー売りの言い立てがあったが、これも取り除かれて久しい。クワンペラ、角ヒョエ、白玉と、白玉と、白酒売りのやり取りも取り除かれている。この場面で、白酒売りは、白酒売り歩き。 これで、客はこの男が、白酒売りであることがわかるわけだが、それが取り除かれているのである。現在は、並び形成が登場し、割りゼリフを言った後に、揚げ巻きの出となる。揚げ巻きは、花道からの登場。少し酒に酔っているという設定で、この役の難しいところだと言われる。江戸時代に酔いを覚ます、袖の梅という小薬が実在した。揚げ巻きはそれを飲んで酔いを覚まそうとする。 あ巻は手紙を渡される。差出人は、女六の母、蘇我三枝からで、車に入り浸っている息子を何とかしてほしいと、懇願する内容だった。本来は三枝が実際に現れて、あ巻に直接会って懇願するのだが、大正末期にはそれは廃され手紙だけになった。ひげのイキュと、形成白玉らが花道より現れる。イキュは、新人の遊女のことを話題にし、 今度、あの娘を買おうという。あなたのような浮気者は、あげまきさんは嫌がります。と、白玉はイキューに注意をする。あげまきらと出くわす。助力の話題となった。イキューは、あげまきをものにしたいが、あげまきはスケクに夢中であることを知っており、それが悔しくてたまらない。そこで、スケクが、他人の刀、イコール誤師のあたり。 財布のある場所でもあるを調べまくっていることを話題にする。スケロクは泥棒だ。スリだ。泥棒男と一緒になって不幸になるつもりか、とイキューはあげ巻きに言い放つ。あげ巻きは反撃して、イキュー本人をメンバーする。有名な、悪態の初音である。これからは、あげ巻きが、悪態の初音。イキューさんとスケロクさんを並べてみるときは、こちらは立派な男ぶり。 こちらは、意地の悪そうな顔つき。例えて言わば、雪と、墨、硯の海も、鳴門の海も、海という字は一つでも、深いと浅いは、客とマブ、マブがなければ女郎は暗闇、暗がりで見てもお前と、スケロクさんを取り違えて良いものかや、怒る異い、うしゃがれと揚げ巻きに悪態を突きふてくされる。そこへ、スケロクが登場する。スケロクが花道に登場。 傘を差している。傘を持って、花道の上を踊る。おおよそ20分くらい延々と踊る。最も厳密には踊りであってはならず、語りでなければならないという句伝がある。9目、團十郎。ここで、加藤節の実演はすべて終了する。ここまでで幕が開いてから1時間経っている。お山が、やんや、やんや、と褒めちぎり、スケロクは、どうでんすな、どうでんすな、 と得意満面で舞台中央に出る。江戸町内の庶民は銭湯で入浴していた。大浴場に新たに入る時に、選客に対して自分の体はつべてえもんでございと挨拶するという礼儀があった。それを真似てスケクはつべてえもんでございと言いながらチョイスに腰をかける。と、居並ぶ、形成十何人が一斉に吸い付け、キセルをスケクに手渡すではないか。 次々と手渡されるキセルを、スケロクは両手で受け取る。イキューはそれをじっと見ている。羨ましいのか。イキューは居並ぶ形成たちに自分も吸い付け、タバコが欲しいというが、誰一人それに応じない。タバコは皆スケロクにやってしまったからだ。すなわち、すべての形成がスケロクに対して間接的に切符を望むのである。キセルの雨がこからあるようだ。 イキューに対して、タバコのようなら一本貸して死税をよ椅子に腰をかけたスケロクは、なんと自分の左足の指の間にキセルを挟み、イキューに、それを吸わせようとするではないか。イキューはどうせず、反対に説教をする。スケロクはそれを聞かずに、ええ、津賀もねえ、初代、團十郎の出身地、山梨県の方言。反対に、イキューに対して、 女に振られてもなお執着する姿は、あたかも蛇のようで景色が悪いとからかう。三浦屋からクワンペラ、角表絵が出てくる。彼は三浦屋の客で大金に明かせて女を独占しようとしたが、実際には他にも客を取っていたことを知り激怒しているのだ。花道から福山の担ぎが出てくる。うどんや福山の出前餅で大きな 出前箱を担いでいる。舞台の上で、クワンペラ、カドヒョウエと正面衝突し、言い,い争いになる。ココナソバカス野郎め。タルミス野郎の、ダシガラ野郎め福山の担ぎはここで異性のいい単価を切る。クワンペラ、カドヒョウエは、異球の古文であることを自ら明かし、超工場をぶつ。スケロクは、早くうどん屋を通してあげないと、うどんが伸びるではないかと、クワンペラ、 カドヒョウエに注意をするが、クワンペラ、カドヒョウエはうどん屋を許さない。スケルク自身がうどんを買い取ることにする。かつぎに向かって、こりゃ、精進か、出汁に魚などを使っていないだろうな家生なぐそうございます。出汁に魚を使っています。ご精進かは知らねども、わしが給仕じゃ、クワンペラ、カドヒョウエに向かっていっぱいあがれと、やりとりあって、最終的に、うどんを、クワンペラ、 カドヒョウエの頭からかけてしまう。クワンペラ、カドヒョウエは、自分の頭を割られたものと勘違いして、うどんを流血と取り違えて、こんなに血が出たと大騒ぎをしている。ピエロのような熊取りをした、道家役朝顔センタイラーの登場。朝顔せんべいという商品名のせんべいの広告も、兼ねた役名である。カドヒョウエが、このように、血がダラダラ、だらだらと、あ、こりゃ、うどんだ。 仙台らは、A、ええ、お活性とたしなめ、スケロクに、他の商品名のせんべいも言いたてて、単価を切る、そこに、角表へも、火星、二人が、そもそもうぬは何やつだえと詰め寄る。スケロクは有名な、言いたてして二人をやり込める。歌舞伎俳優の優弁術が最も効果を上げる、胸のすくような場面である。イカ様なあ、このご蝶々へすねを踏ん込む野郎めらは、 俺がなお聞いておけ。まず第一、怒りが落ちる、熱病が治る。まだいいことがある。吉原の大門をずっと潜るとき、俺がなお手のひらへ三遍書いてなめろ。一生、女郎に振られるということがねえ。見かけはケチな、小さな野郎だが、単が大きい。遠くは、八王子の炭焼き田んぼの八掛じじい。近くは、三夜の古やりで、梅干しバーに至るまで。 茶飲み話の喧嘩座だ。男立ての無人の駆け捨て、ついに引けを取ったことのねえ男だ。江戸紫の鉢巻きに、髪は、生締め。そうれ、刷毛先の間から覗いてみろ。暗号数差が、浮絵のように見えるわ。相手が増えれば、竜に、水、金竜山の客殿から、目黒不動の尊重まで、ご存知の、大江戸八百八丁に隠れのねえ、行用ボタンの紋付けも、 桜に匂う中の町、花川戸のスケロクとも、また揚巻のスケロクともいう和もの、間近く寄って面相を拝み立てまつれ。そして、スケロク i に詰め寄る。刀を抜けと迫る。なんと、自分の下駄を脱いで、異キの頭の上に乗せた。何時ぜ畜生発母大神王城安楽、どんがんちにやあやあ小敷きの縁間さまめ。それでもイキはどうぜず、 刀を抜かない。酒売りが花道に現れて、スケロクを呼び止める。スケロクは、ぶしつけな呼び声に怒る。ドイツだ。大土部へさらい込むぞ。花の穴へ屋形船を蹴っこむぞ。節をつけてこりゃまたなんの、こったい。呼び止めた男、白酒売り。新兵衛の顔を見ると、なんとそれは、蘇我十郎スケなり、すなわち、五郎の兄ではないか。新兵は、スケロク。 蘇我五郎と木宗が無法な喧嘩三昧の日々を送っていることを指摘し、いめた。スケロクは、源氏の宝刀、友切丸が紛失したままになっていることを指摘した。友切丸紛失の責任を、兄弟の義理の父、蘇我す信が負わされたのだ。その刀を戦技するため、他人に刀を抜かせる、抜かせるために相手を怒らせる、相手を怒らせるために喧嘩をふっかけているの。 喧嘩はすべて宝刀の創作のためであると真実を明かした。新兵衛はもちろんその言を受け入れた。兄は弟の喧嘩を奨励するのだった。それだけでなく、新兵衛自身も喧嘩のやり方をスケロクから習う。上品で和事の極地にいるような兄が見よう見真似で喧嘩の真似事をするが全く迫力がない。おかしみの尽きない和事らしい一幕である。二人が、 有利の客に誰かまわず国栗を仕掛けて喧嘩を売る。長い劇の合間の息抜きの役割をなす。最初は、田舎侍と、国奴。二人は、目撃で演じる。続いて、通人、里藤暁が出てくる。通人は、東西風の当て込み役すぐりを即興でいい客席を、大いに沸かせる。戦後は三代目、河原崎ゴ十郎、近年ではゴ十郎が編み出した。 佐藤赤月の方に、あらゆるジャンルで気抜いた三枚目と舞台上での、弁絶みな同業いじりで花を添えた十八代目、中村勘三郎のものが絶品と言われる。と、三浦屋から、揚げ巻きと共に、網傘をかぶった人物が登場する。刀を刺している。その人物は、武士のように見える。スケロクは、恋人のあげ巻きが、自分以外の男を連れていると思い込む。 スケクはまず揚げまきをののしる。ついでその人物に悪態をつき、喧嘩腰しで攻撃をする。侍、町待ちやがれその人物が網傘を自ら取る。その人物は兄弟の母である三枝だった。兄の十郎は、それとは知らず喧嘩を売るがこれまたびっくり。二人は小さくなっている。三枝は子供たちを叱り飛ばす。毎日、毎日喧嘩ばかりしやるげな。 戦国も人の頭にうどんをかけたり、下駄を乗せたり、無法と言おうか、竹町で竹割りにしたは誰じゃ。女六、砂利場で砂利の中にぶち込んだは誰じゃ。女六、馬道で羽倒したは誰じゃ。女六、あまりのことに、そりゃ雷門でへそを抜いたは誰じゃ。スケじゃ。本にあれカラスの中の日はあれど、そなたの喧嘩の噂を聞かぬ人ではない。スケは、 自分の不明を恥じ、じっとこらえる、辛抱率役。しかし、スケロクはさっきと同じ説明。つまり、とも切れ丸創作のためにやむなく喧嘩をしているのだと、説明。三つは納得するも二度と喧嘩はならぬと、神子の服を着させる。和紙で作った服なので、破れやすい。もし破れば、感動という意味である。スケロクの着る神子は、情報版スケロクを茶化したものある。 三枝は白酒売りと共に花道に引っ込む。この幕では、あげまきは恋人の母である三枝に尽くす、世話女房としての部分を見せなければならないと言われる。三枝は老女方。風格がなければならない。戦後は三代目、尾野田た之が、現在では六代目、沢村たのすけが得意としている。あげまきと助六が舞台に残される。血は喧嘩をする。 九代目男十郎が排除し、後世の演出もそれを踏襲している。イキュが、三浦屋から再度姿を現した。スケロクは、揚げきの打ちかけの裾を陰にチョイスの元に隠れる。ここも情報番序力の風刺である。イキュは、揚げきの隣に座り、愛を語るが、その度に、イキュの足をつねる者がいる。ハゲ、子供のいたずらだろうか。いいな。 ハゲを引っ込めてもつねる手はどこかから出てくる。アゲマキは言う、それは、ネズミの仕業ではないかと。そのネズミは、助クであろうとイキューは返し、スケロクに説教をする。そんな根性で、対岸成就するものか。ここな、蘇我コロウと木の腰抜け目。イキューは確かに、助クの意味なを隠さなくてはならない、秘密の実名を口にした。実はイキューは、初めからこのことを知っていたのだ。 そして、イキューは、説教を続けた挙句、扇でスケロクを散々に打ちのめす。スケロクは、自分が悪いのだから、いくらでも打てという。イキューはなおも説教を続ける。高ー台の前に立ち、ソガの三人兄弟は力を合わせるのが大切だと説く。そして、イキューはこの時、ソガ三兄弟で、源の頼朝を裏切れ、その時は、自分も力を貸す、とスケロクをそそのかす。 もしも兄弟がバラバラになるとこのコーロ台のように、と刀でコーロ台をまぶたつにして倒れると悟す。しかし、一瞬だけイキューが刀を抜いた時にスケロクは、その刀の命を、しっかり見た。イキューの刀は確かにとも切れ丸だった。イキューはそのまま三浦屋に引っ込む。待てイキュー、この刀は確かにもらうぞ、とスケロクは、意気込みながら、花道に引っ込む。 大正以降の原稿の演出の多くはここまでで巻くとなり終了する。水入りの部分は省略されることが多い。しばらくして、イキューが三浦屋から出てくる。スケロクは待ち伏せしていた。立ち回りがあって、スケロクはイキューを切る。たまたま通りかかった人がイキューの死体を発見するが、スケロクはその通行人のちょを切り落とす。追っ手がスケロクを捜索する。 歌い下手に、天水桶がある。スケロクは、その天水桶の中に隠れる。ザブーンと水が派手にこぼれる。桶から出る。当然水浸しである。追っ手に見つかる。と、揚げ巻きが急いで近づき、全身でスケロクを隠す。追っ手が去る。スケロクは気を失っているようである。揚げ巻きはスケロクに、着付けの水を含ませて、肌と肌を合わせ、じっと抱きしめる。濡れば。 ともきり丸は、女六の手に入り、取り手が出てきてスケロク、揚げ巻きによる、引っ張りの見えで巻くとなる。稲荷寿司とのり巻きを折り詰めた寿司のことを、スケロク寿司という。これは、女六の愛人、揚げ巻きの名が、稲荷の油揚げと巻き寿司に通じることを洒落た命名である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。